はい、どうもおはようございます。おはようございます。いやー、テイク2でございますね、はい、まさか音が取れてないというね。いやー、本当に申し訳ございませんでした。本当は皆さんね、朝からねすごいテンション高めで動画撮ったはずだったんですけれども撮れてないというということで、朝からなんですけど、さっき動画撮ってたのはカレーを作っていこうという話だったんですよ。で、動画を撮ったんですよ。で、今ねまだ米を炊こうかなと思って水に浸してる状態なんですよね。量的には 1.5合、2合、1.5、1.5 で作っております。なんでこれを今から火にかけてグツグツして米を作った後にカレーをぶっかけて食べようと、そういう感じでやっていこうかなと思います。それではやっていきましょう。ということで、じゃあ点火していっちゃってください。お願いします。チャッカメン、チャッカメン、ついた、ついきましたね。オッケー、こいつもまずは強火でグツグツするまで。オッケー、これでちょっと待ちましょう、グツグツなるまで。すごいな。で、これでグツグツなって汁が出てきたらちょっと弱火にして放置で、出来上がるまで少し待っていきましょう。はい、ということでですね、お米が炊き上がりました。イエーイ、イエーイ。開けましょうか。いいですか。いいですよ。じゃあこっちからいきますよ。はい、せーの、の、はい、うわーい、これ見て見て見て、いい感じの米。じゃあこっちも開けます。はい、の、おめでとうございます。あちち、うわい。はい、こっちもせーの、うわい、輝いとるからの、うわい。ちょっとお米だけ食べてみてよ。いただきましょうか。絶対美味しいから。いつものやつ、いつものやつ。美味しい？うまい。いや、これカレーにしたらもっとうまいで。おいしい。わあ、美味しい。いただきます。わあ。いや、焦げ具合がちょうどいいっすよ、これ。うまい。じゃあカレー食べよっか。贅沢に行きましょう。はい。でね、ルーもしっかりできてますので、これをかけてくださいね。はい、の前に米の上にね、先にチーズかけちゃいます。じゃあチーズかけるよ。はーい。うえー、贅沢にチーズ。もうこれ、これいっちゃいっちゃい。私のにもチーズを。ドバッとかけると、うわ、これ見て、うわーっと、チーズ盛りよ。すごい、これココイチで食ったらこの800円くらいするよ。今チーズドバッと、オッケー、これすぐ溶けるからね。めっちゃチーズの匂い。かけていきます。もうこの時点でやばいよね。もうこのまま食えるよ。これチーズ丼みたいな。お、カレーもいい塩梅よ。またお、Jリーグカレーよ。カレーをちゃ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 。でもね、安いのは多分大丈夫。わんぱく。これうまそうや。ルーが足りんで、これ。オイルをしないとね。オイルをしないと。うわ、見てくださいこれ。うわー。うわ、うま。すごい。では皆さん、はい、朝カレーいただきます。いただきます。絶対うまいこれ。うん、うまー。シェフを呼んでくれ。何これ、やば。ココイチの8倍うまい。チーズがね、やっぱいいね。うまい、うん。いや、あんだけたっぷりかけたのにもう溶けてますもんね、うん。天候にも恵まれ、美味しいご飯も食べれて、カレーやっぱ最強やね、うん。どうしてこんなに美味しくできた。米がめちゃめちゃいい感じやない、うん。ああ、ほんとうまい、ほんとうまいもこれ。だって鉄かす米がありますからね。鉄かす米がな、鉄かす米が。言うて俺これ食った2合だからね。オイルしとこ。まあ明らかにちょっとルーが足りないんで、オイルしときます。イゲイ。おお、これはやばいね、うん、やばい。うん、最高。我々この炊きたての米を炊きたての米として食わないじゃないですか、うん。雑炊にしてみたり、うん、カレーにしてみたり。やっぱあのキャンプって言ったらカレーやね。カレーですね、まあ、昨日のローストビーフも良かったけど、カレーもめちゃめちゃいいってことにね、気づきましたね。やっぱ先人の人は偉大ですね。偉大です、うんうん。こんな感じでちょっとね、皆さんと一緒に食べ進めていって、綺麗に片付けして撤収したいと思います。いや、ほんとね、皆さんカレーやってみて、あの前も言ったと思うけど、外で食う飯は本当にうまいから、やってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではバイバーイ。ローストビーフ残ってたら乗っけたいな。